皆さんこんにちは。今日はですね、今から創価学会に入会しようとしている方に対するちょっとお話をねしてみたいと思います。よくありますね、恋人が、学会員で誘われているんですけれども、どんなものかなとかね、惚れた弱みでね、宗教のことなんかはそっちのけでですね、創価学会に入会してしまうと。まあその他いろいろなケースがありますよね。会社の上司が創価学会員だとかね、まあ人それぞれなんですけれども、まずね、創価学会に入りますとね、月に1回ね、座談会が近所の家で、行われますね。まあ最初のうちは黙って話を聞いてるだけだと思うんですけれども、何回も何回もね出席して、ちょっと慣れてくる頃にね、彼らもちゃんとあなたの行動を見てるわけですね。そろそろ始めようかということですね。何が始まるかというと、政教新聞を取ってくださいと、こういうふうになるんですね。確か、まあはっきりした値段知りませんけど、1ヶ月、2300円ぐらいかな。あと大白蓮華を取ってくださいとかね、あとね、池田大作さんが書いた本ですね。各ブロック地区に、割り当てが来るんですよ。5冊とか10冊とかね。まあその組織の規模にもよるんですけども、人数とかにもね。そうするとですね、買わなきゃね、いけないような状況になっちゃうんですよ。というのはね、これ買わないとね、信心が弱いとかね、悪口言われちゃうわけですね。で、政教新聞なんか特にね、一般社会でも今問題になってますね。この政教新聞のタブ数購読っていうね、もし、創価学会に入信したあなたのご家族がですね、まあ3人で住んではないと思いますね、まずあなたに一部、そして奥さんに一部、息子さんに一部と、こういうふうにね、買わされるわけなんですよ。それで、1ヶ月2300円かける3部で、いくらですか、もう7000円ぐらい、毎月ですよ。こういうふうになるわけですね。あと、本ですね。これも言いましたように、割り当てが来てですね、政教新聞にしてもね、いろいろ池田大作の本だとかね、それからあと一般紙のパンプキンとか牛とかね、まあいろいろありますわね。これね、政教新聞でもね、別に取らなきゃ別にいいんですよということなんですよね。本でもね、別に買わなくてもいいんですよということなんですけどね。その自分が創価学会になっちゃうと、買わなきゃいけないような状況に置かれちゃうわけですね。いや、あの人は池田先生の本を一冊も買わないと信心が弱いんじゃないかと、ひそ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 横の方でね、あなたがいない時に、悪口言われるわけですね、こういうような状況になってくるということですね。あと、はい、地方選挙、町とかね、市とか区とか、まあ、国会議員の国政選挙ありますね。これ、公明党の支持をしてくれと頼まれるわけですね。そして、あなたの友人とかね、友達関係をリストアップするんですよ。これをね、F 台帳作りっていうんです。F っていうのはね、フレンドのことですね。要するに友達ね、これの、住所、それから勤め先とかね、電話番号、
個人情報の方をですね、全部総学会に上げちゃうわけですね。そしてそれをまとめて支部長、本部長あたりが今度本部に報告するわけですよ。そこから、本部は本部で選挙活動、そしてあなたはですね、近所の学会の方と一緒にですね、選挙応援にね、駆り出されるわけですね。こういうような状況になります。この前 の小池百合子さんがね、都民ファーストが退所した時に、連携を組んで公明党の都議会がね、やりまして、まあ、全員当選ということでなったんですけど、これ東京のね、地方選挙なのに全国からですね、創価学会員が駆り出されるわけですね。私大阪に住んでますけどね、東京に例えば友人が何人かいたらですね、黒川さん、東京の友人のところに、電話なりして応援、あるいは現地に行ってですね、わざわざ新幹線とか飛行機で行ってですね、選挙を頼んできてくれと。もう土曜日日曜日なんてね、もう本当に必死でね、彼ら頑張ってますよ。手弁当ですよ。別に創価学会とか公明党からお金が出るわけじゃないですね。こういうようなことをやらされるということですね。相当な時間ね、取られちゃいますよ。あとね、民音、聞いたことありますかね。これは民主音楽協会っていう創価学会が母体のですね、いろいろな演劇だとかコンサートとかですね、まあクラシックの、オーケストラとか、まあこういうのが催し物がありますね。その切符を売らされて、かつ自分が何枚も買わなきゃいけないわけですね。有名な歌手の何々さんが今度どこそこに来ますから、民謡の、県の、啓蒙をお願いしますっつったら、まず自分がね、はい、3000円だ、5000円だ、1万円だってね、出さされる、わけですね。こういうふうなことをさされるということをね、覚悟しておいた方がいいですね。あとですね、創価会のね、一応お求め向きの組織はですね、縦の組織としては一番下がブロックという小さい10人15人のグループなんですね。そのブロックが、いくつか集まって地区っていうのを作ってるわけですね。50人とかね、60人で、その地区の上に支部っていうのがあるんですね。これだとまあ100人とか150人とか、まあその町によってね、人数は違いますけれども、こういうふうになってるのが、一応これがね、縦の線で、まあ、名目上ですね、そこにはですね、ブロック長とか副ブロック長、それから地区部長、副地区部長、支部長、副支部長、女性の方はね、副婦人部長とか副ブロック長とか、まあ名前はね、ともかくこういうふうになってるんですね。これが一応の組織なんですけれども、さてさて、それだけではないんですよ。さらに細かくね、横の糸がね、組織として作られてるんですよね。学会の会館の警備してくんない、何々くん、はーいっつったら、あなたはね、創価班っていうのなんですよ。で、外に立ってね、出入りする人間の、まあ、警備だとか案内とかね、させられるわけですね。制服をね、ユニフォームを着て、あと会館の中の、警備は牙城会とかね、言われております。あとね、もう本当にね、各町とかでいろいろ名前をつけてですね、鉄人部とか栄光グループとかね、白百合グループとかね、まあ言ったらキリがないんですよ。これがね、もうちっちゃなグループで、いっぱいね、あるわけですね。でそこへね、やっぱりね、座談会なんかに行ってると、入りなさいって言われちゃうんですよ。
そしたらもうね、仕事の頃じゃないんですよね。もう6時頃仕事終わったらもう6時半か7時頃からですね、はい、今日は何々の会合、これの会合、あれの会合つってね、私自身もね、地区部長やってましたからね、よくわかるんですよ。地区部長さん、ブロックの座談会に応援に入ってくださいつって行くでしょ。そして地区に集まってね、ブロック長さんが、いろいろな反省会なり企画とか話し合って、で地区部長はですね、さらに支部長宅へ行ってですね、各町の地区部長が5、6名集まって、支部に報告したりね、選挙の時なんかもうしょっちゅうですよね、3日に1回ぐらいね、集まって、どのぐらい票集まりましたかとか、F 台地を進んでますかとかね、もう家帰ってきたらね、12時過ぎてますよ。こういうふうな感じになってるわけですね。それから、まあ、いろいろ話すればキリがないんですけれども、年末、あれ確か11月か12月頃になりますけれども、財務っていうのがあるんだよね。これ寄付ですね。日蓮召集の寄付というのはね、金額なんか決まってませんで、もう本当に気持ちでね、5000円でも1万円でも、まあ、お金ある人はね、いくらでもされる方いますけども、総学会の場合は一口2万円って決まってるんですよ。でこれもね、やらないとね、あの人信心が弱いとかね、悪口言われるわけですね。もちろんあの最低2万円で、上限はなしですね。この財務部員っていうんですけどね、これも別に強制じゃないんですよ。財務したい方は財務部員になってくださいって啓蒙されるとね、やらなきゃ仕方がないんですよ。村八分になっちゃうんですよ。創価学会というのはこういうね、組織になってるんですね。それと月に1回ね、本部幹部会っていうのがあって、今までね、池田大作さんがかっこよくね出てきて大拍手で迎えられてたんですけど、今あの脳梗塞、車椅子っていうことでひっくり返ってね、病院で寝ておられるみたいなんですけども、もうあのこの過去7年間ね、7年半なのかな、5月7年半ぐらいも皆さんの前に出てこないんですよ。それでも創価学会っていうのはね、単純バカって言いますかね、池田先生はあの元気にね、小説人間革命を執筆中だとかですね、東北の方に、ご指導にお回りになっておられますとかね、そういうふうに信じてるわけですね。こういうふうに細かく細かくね、縦の線の組織と横に細かくですね、何々会、何々グループ、私の釈放した人も、僕はあの入ったらすぐ栄光グループに入っちゃったんですよつってね、なんていうことはない、平会員で適当にやってようかなと思ったらそういうとこじゃないんで、栄光グループなんて、またそんじゃ栄光グループのまた会合に出なきゃいけなくなってね、でここら辺で気がついて、あ、祖学会っていうのはこういうふうになったカルト集団だなということは気がついてね、脱会する人が多いんですけれども、逆にね、そういうふうな活動をしているとだん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 ね、あ、この人は活動をよくするなっていうことでね、何々グループ長というね、長がつくようになってるんですよ。マークなってますよ。ピラミッド型にね、縦もピラミッド、横の組織もピラミッドになってるわけですね。それで、自分の部下ができたような気分になるわけですね。何々グループの長になったら、5人ぐらい自分の部下がつくと、平会員のね。それがね、面白くなってくるんですよ。人間というのは不思議なものですね。で、ブロック長あたりはね、まだまだ幼いもんですけども、地区部長なんてなるとね、50人、多いところですと70人ぐらいいるのかな、今、ちょっとわかんないけど、まあ、そうするとね、自分の働いてる会社ではね、ペーペーでせいぜい係長クラスの人間でもね、夜創価学会の組織になると従業員が50名も60名もいるような気分になっちゃうわけですね。
そうするともう、バリバリ活動ですね、創価が会員としてですね、どん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 、洗脳されていくわけですね。で、支部長ぐらいになりますとね、もう本部長、次本部長ですね、うまくいったら市会議員の選挙に推薦されるんじゃないかなと思って、また頑張り出すわけですね。こういうふうな組織であるということをね、創価学会に入ろうと思っている方はですね、よくよく考えてくださいね。とんでのでもない組織の中にあなたは入り込もうとしているということです。以上が、組織のね、面から言ったんですけれども、今度はですね、競技の面からね、ちょっと難しいと思いますね。簡単にお話をしておきます。今、創価学会が拝んでる本尊というのはね、総本山富士大石、静岡の富士宮市ですね、富士山にあります、日蓮聖宗総本山大石寺の第26世日観聖人がご出社されたですね、ご本尊のコピーなんですね。これを無断でですね、上円寺というところに、栃木県にあった離脱したお寺なんですけれども、ここの住職がもう破門されてですね、ご本尊家具できなくなったんで、どうぞこれ使ってくださいって言って、今それをね、使ってるんですよ。ですから、偽パクリ本尊ですね。わかりやすく言えばですね、日本国銀行の日銀発行の1万円札をですね、偽造して偽札を作って売っておるということと全く同じことだということですね、理解してください。で、このね、日観聖人のご本尊というのは、日蓮聖宗総本山富士大石寺にあります、弘和2年10月12日の本門会談の第五本尊。これは日蓮大聖人様がご出世の本願として、このご本尊様が最高ですよというご本尊様を、書写されたんですよね。それを配って拝ませている偽本尊なんですけれども、最近ね、原田会長という人が昨年の11月の8日の政教新聞で、この本門の会談の第五本尊を十字の対象としない、十字しないって言ってるんですよ。根本のね、ご本尊を十字しないと言ってですね、その根本のご本尊を書写されたですね、パクリ偽本尊を拝ませてると。この矛盾にね、創価会の人っていうのは全く気がつかないんですね。そして、どん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 、創価学会の毒を飲み続けているとですね、これはもう私、いろいろ過去に、例を挙げてますけれどもね、またいちいち、言いません。下にね、URL を貼り付けておきますんで、じっくり後でね、見ていただいたらよろしいかと思います。まあ、夜逃げしたとかね、お金がなくなっちゃって学会に吸い取られて、あるいは、借金で会社が倒産したとかね。で、あと一番怖いのはね、これは多いですよ。うつ病、統合失調症になってね、最終的に気が狂って、自分の頭からガソリンをかぶって、焼身自殺したとかね。あと、お坊さんいませんからね、近所のおっちゃんが来てで、葬式を仕切るわけなんですけども、友人葬とか同志葬とか呼んでますけどね。このおっちゃんが、自宅に帰るときですね、お葬式が済んで、交通事故で頓死したとか、こういうことが起こってるっていうことですね。まあ、その創価学会に入ろうとしている方にね、あまり難しいことを、今動画で言ってもね、わからないと思いますので、ちょっともう少し聞きたいなという方はですね、どうぞ遠慮なくですね、お電話ください。下に電話番号もね、書いておきますので、大阪の方はね、私、大阪市内です。住吉区に住んでおりますんでね、遠慮なくお電話いただけたら幸いです。そしてあなたがね、一応創価学会というところに、宗教に興味を持ったのであればですね、日蓮聖宗のですね、750年、800年の伝統ある、
総本山富士大石寺のですね、ご本尊様を拝むということですね、日蓮聖宗の末寺の門をぜひ叩いてですね、正しいご本尊、大聖人の仰せのちゃんとしたですね、日蓮聖宗法華経というんですけどね、法華経の組織でもって、お勉強、そして新人修行をされることを切にですね、本当に切に切にお願いいたします。創価学会は絶対に入ったらダメです。あなたの生活、あなたのご家族、子供さんの生活がめちゃくちゃに壊されてしまいます。これは創価学会脱会してね、日蓮聖宗に、来た方がね、全員同じことを言われてますからね。これを私が何もね、日蓮聖宗の宣伝のために今、お話してるんじゃないんですよ。本当に恐ろしい宗教です。正しい宗教は日蓮聖宗にあるということをですね、よろしくお願いいたします。今日は以上です。